皆さんこんにちは、タシアンダンサーギャバンです。今回もですね、シティブラボービジネス編やっていきたいと思います。で、今回はですね、シナリオ1、2とクリアしましたんで、今回はシナリオ3ですね。今回からいよいよ中級ということなんですけれども、農業経営からの転身ということで、やっていきたいと思います。あなたの家族は代々農場を経営し生活してきました。その経営状況は多少の利益がある程度で、お粗末なものでした。経営者があなたの代になり、もっと大きな市場に展開しようと考えています。20年以内に販売業界と製造業界のトップになればゴールです。このシナリオでは株取引は行えませんということで、やっていきたいと思います。ちなみにですね、このシナリオ、別に前もってやろうと予習をしようと思ってたわけじゃないんですけれども、たまたまですね、暇だったんで、ちょっとどんな感じだったかなと思って一回やってみたら、初めてのやり方で、なんと1年でクリアすることができました。あの時の神プレイをですね、動画に収めておけばよかったなっていうので、ちょっと後悔してるんですけど、まあとりあえずその時と同じような形でちょっとやっていきたいなと思います。で、1日だけ日付を進めることで、港から何が輸入されてきてるかっていうのを確認することができますんで、ここでちょっと確認しようと思います。そうですね、まあ無駄なものは作らず、輸入品にも頼りながら売っていこうというところですね。なるほど。さて、あとは港が2つありますかね。ここと、港が多くてちょっと覚えてらんないですけどね。なるほど、わかりました。じゃあ、もうすでにライバルがいますね。ココナッツと風邪薬は売られているという感じです。で、私の、今回の企業は、このグリーンリーフという会社ですね。このカークさんっていうのが私プレイヤーっていう形になるんですけれども、グリーンリーフは農場をそれなりにたくさん持ってるみたいなんで、あまりチェックはしませんが、近くの農場から、販売できる製品をどんどん置いていこうかなと思います。で、そうですね、緑色の多分これあれ、これでいいのかな、ちょっと確認しますね。そうですね、多分グリーンリーフっていうぐらいですから、企業カラー黄緑なんで、黄緑色の製品がうちの、製品という感じですね。コーンとで、黄緑色の製品と、黄緑色じゃないんですけれども、黒のね、黒で表示されてるこのボディーローションってありますけど、紫色の企業さんが作ってるボディーローションと輸入品の、ボディーローション、黒で表示されてるやつですねっていうのが、例えばボディーローションだとこの2種類あるんですけれども、ライバルがいない場合の、黒の商品、輸入品を、活用してですね、ちょっと売り上げを伸ばしていきたいので、自社製品と、ライバルがいないバージョンの輸入品だから、この冷凍ガチョウでいう と、残念ながらライバルがいます。で、自社でも冷凍ガチョウを持ってますんで、冷凍ガチョウに関しては輸入品は置かないという感じですね。感じでどんどん、せっかく証券を持ってるので、それに関してはどんどん売っていこうというところであります。まあ各都市に1か所ずつまずはデパートを建てて様子を見たいなというふうに考えてます。ココナッツに風邪薬はどこも置いてないので、輸入品に頼ってどんどん売っていくと。で、冷凍ビーフに
でちょっと下の方も確認しましょうかね。前回とやっぱり前回ね、僕が1年でクリアした時と若干やっぱり品揃えが変わってますね。いや今回はちょっと1年ではいけないんじゃないかなという気がしてますが、なんとか頑張っていきたいですね。なるべくいろんなところにどうやらグリーンリーフは農場を持ってるみたいなんで、価格と運賃が安いところの製品を置いていくという形で、ライバルに対抗したいと思います。岡町、はい、よいしょ。ライバルがね、もうすでに先に出店してますからね、なかなか厳しい戦いになるんじゃないかなと思います。あ、お金がない。あれ、お金がないんだよね。そうですね、お金がないや。じゃあちょっと時間を進めて、まあまあ順調ではありますよね。うん、売上利益としては全然問題ない感じだと思います。でも待ってる意味もないので、お、椅子が輸入品で出ましたんで、風邪薬、コーン、あとは鍋、冷凍ビーフはそうですね、この近くにこの紫色の企業さんが出してるやつが多分農場が近くにあるんですね。だからうちの冷凍ビーフここまで持ってくると運賃がかなりかさんじゃうんで、ちょっとここで冷凍ビーフはきついですね。で冷凍ヤギもいろんなところの農場おそらくうち持ってるんですけど、この運賃が一番安い、冷凍ヤギをここのデパートの方に出荷していくという形です。この課長が安いですね。だから多分この近くに農場があるってことだと思います。ダチョウも売っていきますかね。ああ、さらにライバルが参入してきましたね。よし、あんまりゆっくりしてらんないっす。あ、ライバルが出てきてますね。椅子に関してはライバルがもう出てますね。ココナッツ、風邪薬はどうやらどこもライバルがいないみたいなんで、コーンに、鍋は輸入品しかないみたいですね。ビーフは他に負けちゃうんで、ここにはヤギもちょっときついですね、ここの地域はね。ガチョウはライバルが強いですね。ダチョウもライバルが強い。置けるものが全然ないですね。レモン、あとは電子レンジ、レザーブーツはライバルがいますね。電子レンジ、あとはなかなか乱立してますね。ライスシリアルは大丈夫か、どうしようかな。前回はね、意外となんかうちしか使ってないというか、輸入品でも他があんまり手出してない製品が結構多かったんで、ライバルと競合しない製品が結構あったんで、ちょっとそこだけ楽だったんですけどね。ちょっと今回はなかなか厳しい戦いになるかもしれないです。どうしたもんかな。まあ椅子でいいかな。さあさあさあ、どんどん販売していきましょう。椅子はライバルがいるからな、ちょっときついですね。チーズもここでこれで売っちゃうと激高なんで、同じような品揃えになっちゃいますけど、とにかくたくさん売ってですね。あ、もうさすがにコーンはない、なくなっちゃったかな。コーンは在庫がなくなっちゃいましたね。あとは何を売るか。
本当前回あのテストプレイというわけじゃないんですけど、個人的にやったやつがねものすごいなんか調子良くて、実はですね工場を一軒も建てずにクリアすることができちゃったんですね。だから製造販売で、シェアトップ取らないといけないということだったんで、当然なんですけど工場は建てないといけないなと思ってたんですけど、なぜかね工場を建てなくても、まあ、おそらく農場の生産で製造の方も1位っていう形になったんだと思うんですけど、まさかそんな形になると思ってなかったんで、それに関しては本当びっくりしましたね。口紅が新しい製品で出ましたね。金が足りない、本当に1年ちょっとでクリアしちゃったんで、あれは神回でしたけれども、今回はなかなかライバルと被るようなねあの品目が多いので、おっちょっとすいません、ちょっと唐突に目標達成しました。ちょっとゲームを続けて様子を見たいと思います。なんと1年経たずにですねクリアすることができました。ちょっとごめんなさい、一回止めますね。せっかく立てちゃったんで、もう意味ないんですけれども、製品だけちょっと置いていこうかな。はい、ということで、シナリオ3もですね、僕がこのいや攻略法をですね発見して思ったのは、シナリオ1それなりに難しい、シナリオ2、簡単っていう形で来たんですけれども、シナリオ3がですねなんとこんなに早くクリアできるということで、一番簡単なんじゃねえかというのが僕の中の、個人的感想です。最近更新しました、改めてやってみてっていう感じなんですけれども、だからそのてっきりですね製造で販売に関してはデパートをバンバン作ってましたんで、1位になるっていうのも納得できるんですけど、とりあえず農場の生産だけでもずば抜ければ他の企業を出し抜いてですね1位に、のし上がることがどうやらできるみたいなので、シナリオ3を攻略したいという方はですね、ぜひそのもう農場はたくさん建ってますから、工場をとにかく建てることなくですねデパートだけをとにかく建て続けてください。それが勝利への近道かなというところであります。でデパートのね品揃えのところで見せましたけれども、なるべく他社と被らない製品を陳列していくと、4つ町がありますからそれぞれの町の、特徴も掴んでいただいて、他社と商品が被らない、かつもし被った場合には、価格と運賃を、比較してみて、うちの方が農場がその町の近くにあると運賃が安く済む、他社よりも安く売れるっていう状況であればその町で、シェアを伸ばすことができますんで、そういう製品をガンガン置いていくと、グリーンリーフはですね主人公のプレイヤーの企業は、いろんなところに農場を持ってますんで、近い農場の製品をとにかく置いていくと、で埋まらなかった分に関してはライバルがまだ手をつけてない輸入品をですねバカバカ置くことで、それはそれで売り上げを増やすことができますんで、その売り上げを使って、さらにデパートを進出させていって、同じようなことを繰り返していくと、今8ヶ月で、なんとクリアすることができました。僕前にやった時1年ちょっとぐらいでクリアできたんで早いと思ったんですけども、今回さらに早くですね1年以内にクリアすることができました。上手い方だったらもっとね早くクリアできるのかもしれないですけど、私の中ではシナリオ3が8ヶ月でクリアできるというのが最短記録になります。今回はですねすごい短い動画になりましたけれども、シティブラボービジネス編のですねシナリオ攻略ということで、シナリオ3の攻略を行ってみました。中級ということなんですけれども、私の中ではね非常に簡単なシナリオだなというところで、あります。もしかしたらたまたま見つけただけで、最速攻略の裏技だったのかもしれないです。工場を全く作らなくてもいいというのはもしかしたら新発見だったかもしれないです。皆さんもですねぜひこの、経営シミュレーションゲーム不親切な部分も多いですけれども、
自分であれこれ戦略を練りながらですね、トライアンドエラー試行錯誤して、自分なりに楽しみを見出していくというところがこのゲームの魅力かなと思いますので、ぜひ、ご興味持たれた方は、遊んでみてください。シティブラボービジネス編でした。今回はシナリオ3攻略しました。タッシャンダーザギャバンでした。ありがとうございました。マルルー。